もう間もなくキックオフの時刻を迎えます。今日もスタジアムには注目の一戦を見届けるため大勢のサポーターが続々と詰めかけました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、 FC 東京が川崎フロンターレと戦います。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。このチームはとにかくピッチ全体で相手にプレスをかけて敵に落ち着いてパスを出させないプレーが好みですね。今日のラインナップからしていつも通りの戦法を期待できますか？そうですね、プレッシャーをかけられたチームは攻守のバランスが崩れミスが目立つようになりますからね。今日も強い圧力をかけてくるでしょう。小川亮へ。相手が触ったボールはスローインになります。サイドのスペースを使います。前に進んでいます。レアンドロ・ダミアン、このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから無理に打たない方が良かったかもしれません。ボールは相手に渡ります。大島、ボールを前に、大島亮太、シュートコースは枠の外でした。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ここでスルーパスを狙う。これはもったいない、オフサイドです。パスをサイドに送ります。タックルで止めました。スローインです。クロスを入れたい。カットされたが奪い返せるか。ボールを奪われました。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。相手ボールになりました。
これは見事なインターセプト。ボールはサイドの選手へ。ディエゴ・オリベイラ、シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたが、体をうまく使ってキープする。目の前にスペースがあるようです。レアンドロ・ダミアン、フラッグが上がっています。オフサイド。素晴らしいコントロール。高萩洋次郎、三田博隆、パスを出した先は相手の選手。家永、ゴールキックから再開です。体を当てて取る。さあどう来るのか。またもピンチか。キーパーが飛びついた。鮮やかなセーブ。今のは入っていてもおかしくないですよね。ナイスセーブです。中を狙うか。ボールをはっきりクリアしたい。1点リードにできるか。 FC 東京のスローイン。室谷誠、橋本健人、見事なパスカットです。谷口翔吾、ボールは相手に渡りました。さあどうする。何を狙うのか。インターセプトでチームを救いました。前半終了です。未だスコアレスです。同点で終了した前半ですが、どうご覧になりましたか福西さん。そうですね、一方的に押していましたが決めきれませんでした。流れはいいのでこのままいけばいいんじゃないですか。ダミアン、このシュートは大きく外れました。角度が全くなかった。後半のキックオフ、今度はフロンターレボールです。大島亮太、
ディフェンスを抜いた。レアンドロ・ダミアン、このシュートは外れます。この選手は前半あまり存在感がありませんでしたね。見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。後半はもう少しアグレッシブにいかないと相手ディフェンスに楽をさせてしまいます。レアンドロ、スペースへのボール、スローインでのリスタートとなります。FC 東京選手交代です。大島亮太、上里恭平、谷口翔吾、ボールを奪われました。ここはドリブルで前に出ます。サイドにスペースが空いています。ディフェンスの対応が光ります。前に出しましたが気を抜けません。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。何をしてくるのか。キーパーの届く位置でした。橋本健斗、何かしてきそうですが見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。レアンドロ・ダミアン、強い、体をうまく使います。ボールを取った。試合は終盤に入り、勝ち越しゴールを期待するサポーターの声援が熱を帯びてきました。相手ボールになります。仕掛けてくるのか。三田博隆、シュートのコースを読んでいましたね。サポーターの声援に応えるチャンスがやっと巡ってきましたね。このコーナーを勝ち越し点に結びつけたいですね。さあボールを蹴った。このクリアは小さい。ここはうまくボールを取りました。自陣内で相手のマークに合っています。ゴールに向かっています。サイドからの攻撃をタックルで阻まれました。レアンドロ・ダミアン、ここはインターセプト。しっかり予測していました。ここから狙うのか。残り5分です。両チームとも膠着状態が続いています。高萩洋次郎、レアンドロ、狙える位置です。入れば1点リード。シュートはディフェンスが止めました。このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから無理に打たない方が良かったかもしれません。サブの選手がピッチに向かいます。上里恭平、
室谷聖。ドリブルで敵陣へ持ち込む。橋本健太、打ってきましたが大きく外れてしまっています。試合が終了いたしました。スコアはドローです。